いよいよ3日後に迫った熊本空港の新しい旅客ターミナルビルの開業です。昨日記念式典が行われ、注目の内部が公開されました。昨日報道陣に公開された熊本空港の新しい旅客ターミナルビル。23日の開業を前に記念式典が行われ、蒲島知事やくまモンも出席して完成を祝いました。建物の中は県産の小国杉などを使った広々とした空間に、高級感のある国際線向けの免税店は羽田空港並みのブランド数に、国際線国内線の利用客ともに利用できる待合エリアは地元熊本の店を中心に26店舗が入ります。全国2位の生産量を誇る熊本県産の和栗を使ったスイーツを販売する店舗では、非常にドキドキしておりますが、皆様に熊本和栗の美味しさをお伝えできることを楽しみにしております。県内外海外のお客様に、熊本は栗の一大産地であるということを知っていただけるような店作りをしてまいりたいと思っております。展望デッキも一新、歌舞伎の花道のように滑走路に向かって通路が伸び、飛行機の離着陸を間近に感じられます。ご利用客だけじゃなくてですね、地域の方々にも商業施設を使っていただいて、地域の皆様が一緒になって楽しめるような施設を目指していきたいなと。大きく生まれ変わる新しい熊本空港、いよいよ今週23日にオープンします。